M79 は、うさぎ座にある、球状星団である。球状星団は、通常銀河面に沿って見られるものが多いが、M79 は、銀河面から離れた場所にある。2003年に M79 はそもそも、天の川銀河にあったものではなく、他の銀河起源であることが、明らかになった。天の川銀河に接近しつつある、大犬座相小銀河に属する球状星団が、 銀河系に捕獲されたものと考えられている。大犬沢衣装銀河から捕獲された球状星団は M79 の他に NGC1851、NGC2298、NGC2808 の3つが発見されている。双眼鏡では小さな星雲状に見える。後傾5センチメートルの望遠鏡ではやや歪なことがわかる。 周辺のほの星は、後傾10センチメートルの望遠鏡から見え始める。後傾20センチメートルでは、周囲のほの星が分離でき、後傾30センチメートルでは、中心部を除いたほとんどの星が分離でき見事な眺めになる。後傾40センチメートルでは、完全に星に分離できる。中心の明るい部分が、三方向へ尖っているように見える。また、西側を、 ぐるりと取り巻いて南側へ伸びる整列が大変、印象的で、写真でもはっきりと確認できる。1780年10月26日に、ピエール・メシャンによって発見された。メシエは、星のない星雲。ウサギ座の下にある六等星に並行する。1780年10月26日に、メシャンが発見。12月17日に、メシエが見つけた。これは綺麗なもので。 中心が輝き星雲上、ややぼんやりしていると記した。ウィリアム・ハーシェルは、20フィートの望遠鏡で綺麗に見える。直径3、球状星団、星数のトムと記している。ウィリアム・ヘンリー・スミスは、輝く星状の星雲、綺麗な対象、中心部ほどよく光るとした。ありがとうございます。